いわき市立図書館は、福島県いわき市にある公共図書館である。いわき総合図書館を中心に、市内各地6カ所の図書館と移動図書館からなる。いわき総合図書館は、福島県いわき市タイラーザ町120にある中央図書館である。いわき総合図書館自体は、ラトブオープンの2007年10月25日に開館。現在のいわき総合図書館の前身である。 いわき市立中央図書館は、いわき市文化センター内に所在していた。図書館移設により、敷地面積が約2500平方メートルから約8600平方メートルへと3倍以上に増えた。蔵書数も、中央図書館時代は約24万冊だったが、総合図書館は、開館時点で約39万冊。2013年時点では、 約70万冊で将来的に約100万冊を目指して資料の充実を図っている。開館時間月度10時 -2100 日祝年末年始10時 -1800 地区図書館は5箇所ある。開館時間は以下の通りである。開館時間月度10時 -1900 日祝年末年始 10時 -18 00、00郵便番号971-8166、岩市小覇マーザーた子上7の二郵便番号974-8261、岩市、上田町南町1 2の2の二郵便番号972-8318、岩市上磐関船町作田1、郵便番号973-8403、岩市内郷綴り町への帰化40の1、郵便番号979-0201、岩市。 四つ倉座東町一の五十図書館を直接利用できない市民や隣接自治体の住民のために、岩き市立図書館では移動図書館を実施している。移動図書館は岩き号潮風の車2台で月1回程度各地区を巡回している。広域利用の可能な図書館、ありがとうございます。